ユリア・バクレンコは、ウクライナ・ヤルダ出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス・ダブルスとも優勝はないが、シングルスで準優勝が一度ある。自己最高ランキングは、シングルス32位、ダブルス136位。身長183センチメートル、体重69キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。バクレンコは、 母親の勧めにより、7歳からテニスを始めた。1998年のプロ入りと同時に、スペインに住居を移し、フランスのモーラトグローテニスアカデミーに入学する。このアカデミーは、キプロスのマルコス・バグダティスも教えを受けたことで有名な場所である。プロ入りから5年後、バクレンコーは2003年の全仏オープンで4大大会にデビューし、シングルスで、 予選3試合を勝ち上がった後、本戦でも、ジェニファー・カップリアキとの3回戦まで勝ち進んだ。しかし、その後は好成績を出せない時期が長期間続いた。2006年の全仏オープンで、バクレンコは3年ぶり2度目のシングルス3回戦に進出した。予選3試合を勝ち上がり、本戦3回戦では、パティシュナイダーに敗れた。ところが、ウィンブルドンで、 本戦一回戦を途中棄権し、腹筋痛のためシーズンの後半を棒に振る。2007年は彼女にとって、さらなる躍進の年となった。全豪オープンで予選を勝ち上がり、2002年以来の二回戦進出を果たした爆ンコは、5月にポーランド・ワルシャーで開かれた J&S カップの二回戦で、キム・クライシュ・テルスを7から6、6から3のストレートで下した。 バクレンコは次の3回戦で同じウクライナ出身のアリオナ・ボンダレンコに敗れた。勢いに乗ったバクレンコは翌週のカタールテレコムドイツオープンでもアメリモレスもディナラ・サフィナの世界トップ10選手を下し準決勝に進出した。2007年全米オープンにおいても1回戦で第9シードのダニエラ・ハンチュコバを下し自己最高の4回戦進出を果たす。 11月のケベック式大会では初のツアー決勝に進出。臨勢打弁ダベンポートに46、16で敗れて準優勝している。こうして彼女は世界ランキングを年初の120位から年末の32位まで上昇させ、2008年前後オープンにおいて第32シードに選出された。2008年4月、ユリア・バクレンコは スペインへの帰化を申請した。バクレンコは2010年全豪オープン予選1回戦で、ベサニー・マテック・サンズに敗れた試合を最後に、公式試合から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。